の長、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。マサバっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちら。熟成マサバ。っていうことでね、秋は青物がうまいんですよ。特に秋のサバは脂が乗ってきて、めちゃくちゃうまいです。今年はサンマが取れなくて、高いですよね。で、サバはね、市場とかスーパー見てても、結構物のいいやつが安く売ってます。なので今日はそちらの今が旬のマサバを使って、僕の大好きなサバのみりん干しを作っていきたいなと思います。みりん干しはね、簡単に作れるんですけど、焼くのが意外と難しいんですよね。で、コツとかもありますんでね、今日はそちらの焼き方のコツとか、あとね、サバの開き方にもいろいろやり方がありますんで、やっていけたらなと思います。よし。そしたらやっていきますね。で、サバって大きければ大きいほど油が乗ってるっていうわけじゃないんですよ。今日のサバ比較的こういうふうに小さいサバですけども、ものすごく油が乗ってます。で、この熟成したものを魚屋さんから買いました。ここの魚屋さんはね、お腹にピチッとシートを詰めてますね。こういうやり方もあるんですね。ほら。ピチッとシートを詰めることによって、お腹の中に入ってる余計な臭い水分が、ピチッとシートの方に吸われるんですね。はぁ、これはね、画期的ですね。こんなやり方があったなんて。で、今日はこういうふうに内臓も、エラも取ってくれてありますんで、とても扱いやすいですね。それで、いいサバの見分け方なんですけど、ほんとね、難しいんですけど、僕は一番は、お腹を触って、お腹がしっかりと硬いもの。これは間違いないですね。脂の乗ってないサバっていうのは、お腹が薄いです。なので、ベコベコとへこみます。けど、脂が乗って、美味しいサバは、こういうふうに、お腹がとても太いです。で、脂が固まって、カチカチになりますんで、お腹がとっても張ってます。めちゃめちゃ硬いです。で、あと全体的に体高が高くて、ずんぐりむっくりの個体。こう見た時に丸々してるものですね。で、この顔の小さい魚を選ぶことですね。体は脂が乗ると縦に大きくなりますけど、顔は大きくなりませんのでね。顔の小さいずんぐりむっくりでお腹の硬いものを選びましょう。はい、そしたらじゃあオーソドックスな三枚おろしやっていきましょうか。三枚おろしでもみりん干しの場合は、カマを残して三枚におろします。なので、この顎のところ、ここから頭を落とします。こうですね。で、カマ付きのこの状態にして、いつも通り下ろしていきます。下に1本、上にも1本。で、こっから包丁を入れて、うわー。真っ白ですね。ちなみにこれ5日間ぐらい熟成してあるんですけど、全然身がね、傷んでないの分かりますか？むしろ食べ頃って感じですね。締めサバしてもいいだろうな。で、こっち側も下ろしていきます。はい、こんな感じ。パカッと。これが、サバの三枚おろし。はい、次は頭付きの背開き。ここですね。頭をこっち側持ってって、あんまこれ得意じゃないんですけどね。ここ開けて、ここ切って、ここに入れて、こんな感じですね。こう。ちょっとこれ腹が割れてるんで、ここ、パカパカになっちゃいますけど、腹を切ってないものだと、こうピタッとくっつきますんでね。で、この状態になったら、血合いをきれいに取って、完成と。こういう形、魚屋さんとかで見たことないですかね。で、次に、頭も割るパターンの背開き。これはね、尻尾からこう入れて、ビビビビビビっといって、で、ここ。で、ここまでしっかりと入れます。までね。で、今回もお腹は割れてるんですけど、お腹がくっついてるという認識でよろしくお願いします。で、ここまでいったら頭をここに割っちゃいます。ここで兜割りしちゃうんですよ。よいしょっと。そうしてパカッと開くと、ほら、スーパーとかでよく見かける、サバの干物のような形になりますね。で、それの反対バージョンで、腹開きバージョンもあります。お腹の方からこうやって入れていって、ここで腹骨を切って、はい、腹骨切れました。そしたら開いていって、こうですね。そしてここも頭を割っちゃいます。パカッと開くと。こんな感じですね。こっちが背開き。こっちが腹開き。これなんで頭をわざわざ割るかというと、これ頭割ると、ものすごく大きく見えないですか？これとこれ同じサイズのサバですけど、
なんかこう頭割った方がね、こう面積が大きくなるんで、大きく見えるんですよね。そういう意味で頭もこういう風に割られてるんだと思います。でもやっぱりね、みりん干しはね、ここからこう落として、で、これでね、三枚おろし。これが一番いいと思います。こう入れて、一本入れて、ピュッと。はい、このようにすべておろし終わりました。そしたらこちら、みりんだれにつけて、下味をつけていきます。まずはボウルに、お醤油。で、お醤油と一緒の量の本みりんも入れてください。みりん干しなのでね。で、醤油とみりんが1対1で入りました。そしたらそこに日本酒でちょっと薄めていきます。このぐらいでいいでしょう。で、混ぜ混ぜして、で、そこに先ほどのサバをつけていきます。で、身の方を下にしてつけてください。こういう感じですね。そしてリードペーパーで、こうやって染み込ませて、これで半日ほど味を染み込ませていきます。それじゃあ半日後に移動。おはようございます。朝4時です。半日経過しましたんで、一回起きて、干しに来ました。ねみ。さあ、どうでしょうか。いいのにできてますかね。お、いいのに使ってますね。こういう感じです。そしたらペーパーに取り出して余計な水分を落としていきます。わ、すげえ、もう今の段階でね、いい匂いがするわ。で、キッチンペーパーで水気を取ります。こんな感じですね。で、水気を切ったものをこの天日干し網に乗せていきます。で、あればでいいんですけど、白ごまとかを振りかけると、ごまの風味が効いた一夜干しができます。はい、じゃあこういう感じでね、どんどん水気を取って網に並べていきたいと思います。で、ポイントはサバとサバが重ならないように置いてください。重なってるとそこだけ生っぽくなっちゃいますんでね。はい、そしたらこれを半日ほど天日干しにしていきます。今日は天気も良くなるみたいなので、一夜干し日和かなと思います。それでは干していきます。半日経過しました。すごいいい感じに乾きましたね。今日天気が良かったんで、ほんと4時間ぐらいで終わりましたね。あんまり干しすぎてもカラカラになっちゃうんで、このタイミングっていうのがすごい大事なんですよ。で、補足なんですけど、僕これ干すときに、身の方を下にして干しちゃったんですけど、身の方を下にしちゃうと、身が網にくっついちゃうんですよね。なので、干すときは、必ず最初は皮目を網目の方にして、身を上にして干してください。で、ある程度身の方が乾いてきたら、ひっくり返して、両面まんべんなく干してください。やっぱり今の時期はね、干物一番作りやすいと思う。外も涼しいから虫も寄ってこんし、天気のいい日が多いのでね。ちょっと一枚ね、味見で食べちゃったんですけどね。めちゃめちゃ美味しかったです。皆さんはどれが一番好みですか？僕はね、サバの干物は、やっぱりこのパターン。背中からこう頭まで開いちゃうパターン。これがサバっぽいかなと思います。で、アジの干物は、こうお腹から頭まで裂いたパターン。これが多い気がしますね。でもみりん干しとなると、これなんだよな。これが一番食べやすいんだよな。三枚おろしのパターン。なので今日はこの三枚おろしのパターンを焼いていきましょうか。はい、登場こちらですね。僕がいつも使ってるロバタ焼き器、火をつけて、で、火加減は弱火でいってください。で、みりん干しが焦げやすい理由っていうのは、みりんなんですよ。調味料のみりんは直火に当てると本当にすぐ焦げちゃうんですよね。なんでみりん干しは普通の干物より焼くのが難しいです。弱火でじっくりと熱を通していくことが大事。網がある程度温まったら、この身の方を下にして焼いてください。で、まずは身の方を軽く焼いていきます。網がしっかりと熱されてれば、こういう風にくっつかないんでね。ポイントはとにかく弱火でじっくりと焼くこと。だいたいこれ1枚焼くのに僕は15分から20分くらいかけて焼きます。では身の方をしっかり焼いていきましょう。はい、で、油の音がふつふつと聞こえてきました。だいたい5分くらい弱火で焼いたかな。いい感じに焼けてますよね。で、こっち見てもらうとわかるんですけど、ここですね、腹の皮目の縁っこですね。やっぱりね、こう焦げ目がつき始めてますよね。皮目は本当に焦げやすいので、今から裏返して一回皮目焼いていくんですけど、本当に気をつけて焼いていきましょう。でも皮目もね、ある程度焼き目をつけないと、いや、見栄えが良くないので、ここが腕の見せ所。で、この間に暇だったら、こうやって腹骨を抜いちゃいます。こうやって。
で、そろそろ一回確認して、ほら、もういい感じで焼き目がついてきてますね。で、もうちょっと焼き目をつけたいので、もうちょっと焼いていきます。はい、ではそろそろいい感じです。せーの、ほいっと。うわー、うまそう。で、皮目にこんだけ焦げ目がついたら、もう皮目は焼かなくて大丈夫。で、もう一度身の方から火を通していって、仕上げていきます。で、こうひっくり返して、こう、隙間を見て、あ、焼けてるなって思ったら、これで、サバのみりん干しの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが熟成サバで作った、最高のみりん干しですね。あんだけ脂が乗ってるサバをみりん干しにして焼くと、こんなふっくら焼き上がります。やっぱりサバのみりん干しときたら、白米なんですよね。最近土鍋で炊き上げるのにハマってます。米が一粒一粒立ってるのわかりますかね？これがね、うまいんすよね。よっしゃ、食べていきますか。うお、パリッパリ。うわー、うまそう。中までしっかり火通ってますね。で、身に皮乗せて、いただきます。うん、うめえ。これはたまらないな。脂がすっごい。でも天然物のサバなので脂くどくない。で、サバのみりん干しのうまい食い方、僕がちっちゃい頃から食べてる食べ方ですね。まず白米にこちら、でん、緑色のやつ。そしたらここにこのサバのみりん干しを乗せます。骨はね、抜いてください。で、この腹の脂の乗ったところ、ここも入れましょう。ここですね。はい、こんな感じ。そしたらここに冷たい緑茶をたっぷりかけます。お茶漬けですね。で、ここに塩昆布とか、あと鰹節とか入れてもいいと思うんですけど、僕はね、サバのみりん干しと緑茶、これだけでいいです。これ、ご飯を崩して、で、崩れたご飯とサバのみりん干しを一緒にいただきます。うまいなぁ。干物はね、僕この食べ方が一番お手軽で好き。ごちそうさまでした。ということで、今日は今が時期の脂の乗ったサバを使ってみりん干しを作ってみましたけども、大成功でしたね。特に今日のサバはすごかったです。本当に脂がすごくて、ふっくらとしたいい仕上がりになりましたね。で、あそこまで脂の乗って真っ白けっけなサバっていうのは、まあそうそう見かけることはないと思うんですけど、今の時期のサバだったら比較的に脂が乗ってると思いますので、皆さんもぜひぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。